お待たせしました。女子旅ブリログが始まります。よかったらコメントと高評価してほしいな。どうか最後までご覧ください。せーの、きらめき。皆さんこんにちは。今日はリンゴちゃんがいませんので、私土屋レモンがお届けします。今回行きたかった場所は姫路城です。午前10時に着いたにもかかわらず、この人の多さにびっくりです。花見シーズンだからある程度は人が多いと思ってたけど、まさかここまで多いとは。 JR 姫路駅から徒歩15分、世界遺産国宝姫路城は町の中心部にある小高い山の上にあります。現在の姫路城が築城されたのは1609年、関ヶ原の戦いで功のあった池田輝政が8年の歳月をかけ完成させました。城の表玄関にふさわしい堂々たる風格、華やかな桃山文化の香りが漂います。74棟の建造物が重要文化財に指定されています。そして天守群は国宝に指定されています。その姿はまるで白鷺が羽を広げたようだと言われ、白鷺城の愛称で親しまれています。この坂は将軍坂と呼ばれています。テレビドラマの暴れん坊将軍の撮影がよく行われたため、そう呼ばれるようになりました。400年の月日が過ぎた今もその残り が感じられる気がします。間近で見る大天守は圧巻。大天守は地下1階地上6階の7階で構成されています。姫路城は季節ごとに様々な表情を見せてくれます。春には桜、およそ1000本の桜が咲き誇る姫路城は日本の桜名所100選にも選ばれています。夜桜も見どころの一つです。400年以上の時を超え、日本の宝から世界の宝へ、国宝姫路城は平成5年12月奈良の法隆寺とともに日本で初の世界文化遺産となりました。姫路の名は播磨国風土記に出てくる姫堂岡から来ています。大天守最上階にある長壁神社、木下家定が城主であった時代のこと、姫路に立ち寄った宮本武蔵が名前を隠して足軽奉公をしていました。その頃城に妖怪が出るという噂が広まっていましたが、武蔵が平気で夜の出番を務めていたことが家老の耳に入り、名高い武芸者であることが知られました。城内の広場にある大きく井戸が有名な播州皿屋敷に出てくる井戸だと言われています。城主小寺の利職の執権青山鉄山が城の乗っ取りを計画、これに気づいた中心の衣笠元信は愛称の菊を青山家に女中として送り込み陰謀を暴きます。しかし努力の甲斐もなく、青山一家のクーデターは成功。それでも菊は青山家に残り、辰野に逃れた元信に情報を送っていましたが、ついに蝶の壺段四郎に気づかれてしまい、それを盾に結婚を迫られます。しかし菊はどうしても首を盾に振りません。腹を立てた段四郎は花宝の皿10枚のうち1枚を隠し、お菊の不始末として攻め殺して井戸に投げ込みました。それからというもの舞よ、1枚、2枚、と皿を数えるお菊の悲しげな声が井戸から聞こえるようになったといいます。その後、元信ら、忠臣によって鉄山一味は滅ぼされ、お菊は、お菊大明神、として十二所神社の境内にあるお菊神社に祀られています。きらめき。桜の語源には諸説ありますが、柵に、設備部の、らがついたとする説が有力とされてます。他に桜の霊であるこの花咲くや姫から桜に転じたとする説や、麗しく咲くことから咲浦の略とする説、さらには沢相模からで国霊、蔵は神の寄りつく桜で桜は国霊の寄りつく座の意とする説もあります。個人は桜の花の咲き具合からその年の稲の豊穣を占ったといい、また桜を農作業の目安にする風習は今なお残っています。桜の全般的な花言葉は精神美、優美な女性、純潔です。精神美は桜が日本の国家という位置づけから、日本国、そして日本人の品格を表すシンボルとして美しさを託した言葉という推察があります。また優美な女性、純潔の花言葉は桜の花の美しさからイメージされたものだとされています。いかがでしたでしょうか。4月中旬くらいには7人全員揃う予定です。ソロの時もあるし、コンビの時もあるし、バリエーションと魅力を兼ね備えた番組にします。それではまた次回お会いいたしましょう。きらめき。